そういうことで、あーなんか裏返っちゃった皆さんごきげんよう、女子大学生のララシです。シーズン6が終わってしまいます。では引き続き100になるまで帰れま10をやりたいと思います。私のレベルが72なので、いや低いな。待ちなさい待ちなさい、別に食用にするわけじゃないんだから。くらいに来るくらいに来る、私のことをくらいに来る。うわ待って、何してんの。イノシシを名付ける。イノシシとまずは逃げるニワトリの7メートル以内に7秒間とどまるをやっていこうかなって思います。わっ、毎回びっくりするね毎回うわっって言っちゃうんだよな、ね、この降りるときに。行きましょう。待って、待ちなさい待ちなさい、別に食用にするわけじゃないんだから。え、それはずるい、それはずるい、それはずるい。ちょっと逃げるの、それダメだって、それわかんないじゃん本当に。ね、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 え、それじらしてる私のこと。ちょっと待って、いやそこに入られるとさ。よし、ありがとうね。待ってごらん、わ、これいっぱいいる。ハンタークロック使いたい。そしてあそこ二人が戦ってるとかありますね。それその間に私はイノシシを手助けちゃって、手助けて、いいね、いい調子だよ。やったー、イノシシイノシシイノシシちょっと待って、目が悪くてですね、よいしょ、眼鏡をつけるとこのピントが合わなくてちょっとダメだし、え、だからってちょっと眼鏡外すとなんかどこ歩いてるんだろうってなるから。何がいるの、あ、オオカミちゃん。ちょっと待って、ウサギ狩るの、ウサギ食っちゃダメだよ。ちょはい、どう、私は食べ物じゃありません。やっちゃって、ヘラクロスやっちゃって、ダメだよそれ、ダメ、緊張、あ、ちょっと、はい、ゴー、やったねー。あ、そうそう、ララクラフトで思ったんですけど、最初にバトルパスが来た時に、お、今回のバトルパスは何かなって見たら、なんと、ララクラフトがいて、あった。うん、ドーン、そっか、異物どこ、あともう一個。めっちゃ調べてない。ちゃんと調べてから来るべきだったかな。あ、これは調べてから来るべきだったと思う。ペルシーとか、あ、あ、暗いに来る、暗いに来る、私のことを暗いに来る。うぎゃ、待って、え、失礼しました。待って、来てるよね、もういいって、そんなに好きなら好きって言えよ、もどかしいな。もうそれだけでいいから終わらせたい。ちゃんと調べてくれればよかった。何言ってんだろうね。何してんの。ちょっと俺別に何もしないっすよみたいな、いや何もしないっすねみたいな
すごいとぼけてたね今ね。いや俺何もしますねみたいな。これはどうしよう、どうしようもないか、何も探すしかない、うん、これ目の前にあったやつな、死ぬ時の目の前にあった、あった本当になっちゃうから、突撃も来ちゃうから気になって確認しなかったんだよね。そしたらなんと入ってなくて音声が、もうやだー。あ、これはダメージを与えるだね。これは、ほんと、あ、次何かなあ、分かったぞ。この家ちょっと私知ってますよ、これ。ファス、お世話になりました。前回の動画でファーストジョンジーさん、本当に今ちょっと良き友達だもんね。こう武器も分け与えられる、そう取引できるようなお友達っていうかね、親友になりました、ファーストジョンジーあ、これどっちにいるか分かんなくて、どっちだろうって言って、外から、あー中に、中で、これ絶対これいけるいけるいける、油断しちゃったね。これもう、あ、もう、できるなって思ったら、なんとやられちゃって。これはあれかな、敵を、やる？倒すみたいな。あーもう本当に、今は頼れるな、あの、男だよね。男だ昔は仲間じゃなかったから。あー出た、バウンティーなやつだ。なんかバウンティーシステムってあって、そう敵をこう、この人倒してくださいっていうのが指定されてて倒しに行くんですけど、なんとここで鉢合わせちゃって、あ、いたいたいたと思ったらもう頭ボーンありがとうございます。本当にあなたのおかげで私はレベルが徐々に上がってきました。よし、バウンティークリアバウンティーをクリアして、で、しかもヘッドショットだった。あ、これがなんかもうすごい戦ってて、これすごい、もう見てください、このピンクの武器、もう私もう絶対これ勝てると思って、もうレベル上げて勝ちに行こうとしてて、あ
あ、もう褒めてください。もうこのちょっとクソ M になっちゃったけど、ダメダメ M になっちゃったけど、今はあ、そうそう、それでこの金武器があって、もうポロポロ落ちてて、そう、このいい武器が、でもこの、なんて言うんでしょうね、あのこのもうダメダメな電波と充電の中やってたんで、もうカッチンコッチン固まっちゃって、その動きが、あーこれ迷ってるん、どうしよう、どっちがいいかなって、そのそう、ちょっと水色の武器の方に変えたんで、あー狙われてる、あー頑張って、あーつやつやつや、うさぎ肉にしないで、バーベキューしないで、この時期、あー待って、これもう焦ってるんだ、もう、うん、見てください、このダメージの減りもう10ですよ、あーなった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 、でもうちょっともう慌てちゃって、こんな変な建築になっちゃって、すいません本当に、もう必死だったんだね。なんとここで100位になりました。わあやった、もう絶対に間に合わないと思ってて、でも新しい、もう本当に嬉しかったんですけど、ここでもうなっちゃったからどうしようって、あの喜ぶ暇がなくて、でも実際もうここでめちゃめちゃ叫んでました、うわーって、やったーって、100にやっとなったーって、皆さんなりましたよとか言って、一生懸命しゃべってるのに、あーやられちゃった。ご視聴ありがとうございました。無事なりました、100に、ありがとうございます。声ごめんなさい。あーかっこいい、この時代が懐かしい。いや、この時が一番ハマってましたね。